今回紹介させていただくヒーローの商品はこちら、ハッチングセット。こちらの商品についてご説明したいと思います。中を開けますとこういったものが入っています。ハッチングセット、俗に言う卵を観察するキットになります。キット内容は先の細いピンセットと、ハサミ、こういったルーペ、そしてこちらが、ナイフが入っています。卵を切るカッターですね。開けるとこのようになっています。こういうカッターが入っているのと、こういったピンセット、細いピンセットとルーペが重なったようなこういう商品が入っております。細かく説明すると、まずこちらのこの3種類の刃物が入っています。今回こちらの刃物を装着してみようと思うんですけども、こちらとても切れ味がいいです。本当に切れ味がいいので、こういうペンチ等で持ってください。まずここの浅い溝にこうやって引っ掛けます。あとはこれをヒュッと押してあげると刃物が入ります。これで装着完了です。こういって卵をハッチの時にこうやって切り上げ、卵が生まれる時になかなかハッチしてくれない子とかの卵を薄く切って、ハッチをさせるっていう商品になります。それに加えてその卵を観察するルーペであったり、先の細い、まあこれでもちょっと切り口でこうやって切ってあげたりできるハサミ、あとはこういうピンセット、これもすごく先が鋭利になっています。あとは細かい作業をするときにルーペで拡大しながらこうやって開いたりすることもできるようなものが入っております。ちょっとここからは応用編なんですけども、こちらの商品いろいろと爬虫類の管理をする上で使いやすいものが多くあります。例えばちょっと海が溜まってたりとかに、こういうもので切開すると本当に綺麗に取れて、海なんかもしっかり取り出せますし、あとはワイルドで来たてのちっちゃなカメレオンなんかにはいろんな線虫みたいな寄生虫がいっぱいついてることがあるんですけども、そういうのをこうやって見ながらその寄生虫を直接取り出すこともできますし、このカッターのが本当にすごく切れるんで、ちょっとこう皮膚を切ってあげて、そこからこう線虫を駆除したりすることにも使えます。まあいろんな、こういうハッチの観察とか、卵を切ったりするだけではなくて、こういったようなちょっと癖のある爬虫類、ワイルドの爬虫類を飼っている方なんかはそういうシチュエーション意外と多いので、ぜひ手に取ってみると意外と使いやすい商品がいっぱいありますので、よかったらご購入をお願いします。